では皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。だいぶ足の震えが収まってきましたさて、本日はぜひ皆さんと一緒に考えたいことがあってお時間をいただきます。それは地震というテーマです。本日最後にふさわしい、なんと真面目なテーマでしょう。まあリラックスしてください。自信、それは自分の価値を信じる気持ちです。突然ですが、この中で自分にもっと自信が欲しいという方どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。これ手が上がらなかったら今日話すのになくなっているところです。今手を挙げてくださった皆さんと同じように、他でもない僕も自分にもっと自信が欲しいと悩んでいきました。今日はそうです。このテッドという素晴らしい場で、本日まさかの鳥ですよ。僕あまりに緊張して、実はこの今週1週間会社に休み出してきてくれるんですよちなみにテッドに出るの僕絶対嫌だったので、会社には秘密の合宿に行ってくれるって言ってたんです。本日は秘密の合宿というテッド、どうぞよろしくお願いします。さて、そんなですね、本日秘密の合宿では皆さんとぜひ一緒に考えたいと思っています。どうすれば僕たちは自信というものを信じることができるんでしょうか。自信というものを育んでいけることができるんでしょうか。この問いの答えとして、僕の場合、何かすごいことを成し遂げることで自信が得られると思っていました。そしてこのことにもうすごく執着して生きてきたんですね。なので本日はまず最初に、そんな僕がじゃあどんな道を歩むことによって、その結果何を受け取ったのかということをぜひシェアさせてください。まず僕が初めて地震というものを意識したのは13歳の時でした。ソフトテニスというスポーツがとっても大好きで夢中で練習していました。ただ残念なことにすごく弱かったんですよ。そして周りからものすごくバカにされました。お前なんかにできてはない、すごく悔しかったです。自分の価値を信じたい、もっと自信が欲しい、そして強く強くそれを思いました。なので高校でもまた大学でも体育館に入って頑張って練習しました。でもやっぱり結果出なかったんですね。なのでついに僕はその大好きだったテニスを諦めてしまいました。でも自分の可能性や価値を信じることだけは諦めたくなかった僕は、じゃあテニスを上手くなることなんかよりももっと大きなことを成し遂げて、そうすれば自信が得られるんじゃないかなと思ったんです。そんな19歳のある時、人生の相棒と呼べる大親友と出会いました。そしてそんな彼と一緒にこんなことを考えたんです。今一番世界を変えている人のもとで修行しに行こう。そうすれば何か自信の種が見つかるんじゃないかなと思ったんです。でそんな時に思い浮かんだのがこの人でした。この人の名前ご存知か、どれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。この人、ムハンマド・ユヌス先生というバングラデシュ人で、貧困解決にものすごい貢献をしたということで、なんとノーベル平和賞を受賞した人です。でこのですね、彼のストーリーにめちゃくちゃ感動した僕たち2人は、もうこれバングラデシュで会いに行くしかないなと思ったんですよ。もちろん怖かったですよ。でもテニスを諦めてしまった僕にはもう行く以外の選択肢がなかったんです。なのでチケットを取ってバングラデシュに行ってですね、で当てもないのにこのユヌス先生のオフィスのビルまで行って、そしてこのエントランスで出待ちをすることにしたんです。でですね、信号全部待ってると、なんとですよ、見事会うことができたんですよ。そしてこの出会いがきっかけとなって、僕たち2人はこのユヌス先生のもとで弟子入り修行させてもらったいなと思います。さらにですね、この数ヶ月後、なんと新規事業立ち上げのチャンスをもらえたんですよ。で僕も頂点なんです。もうやったぞと、これでかっこいい事業を作って、ユヌ先生やまたたくさんの人が認められて、そして、まあ、女の子にモテたり、また情熱大陸とかにもなんか出たりして、なんかスターにこうなれるに違いないなって思ってたんですね。ただ結論から言うと、これ大失敗だったんです。原因は非常にシンプルでした。かっこいい事業を作りたい、そう思うあまりに全然現地のニーズが汲み取れてなかったんです。とっても落ち込みました。と同時にすごく辛かったのが、実は相棒の存在だったんです。彼も事業のチャンスを持っていて、そして彼の作った事業はめちゃくちゃうまくいったんですよ。でその活動は日本でも広がって、たくさんの本になったり、またたくさんテレビに取り上げられたりしました。で僕は嬉しかったのですごく悔しかったんですね。この
僕の方はもうすっかり失敗してしまって、そしてすぐ隣で彼は成功して、そして僕が欲しかった人からの評価というのを全部手にしていたからでした。でこんな対比もあってですね、僕はすごく落ち込みました。もうテニスでも馬鹿にされ続けた。そして憧れの人のもとでも失敗してしまった。もう自分なんかに価値なんてないんじゃないのかなと思ってしまったんです。そして僕は日本に帰ることにして、自分のお世話になっている人に相談しに行ったんです。もうこんな自分に価値なんてない、もう信じることできません。するとその人はこう言ってくれました。大輔、お前は結局誰を幸せにしたかったんだよ。はっとしました。あ、そうかと。僕が幸せにしたかったのはバングラディッシュの人たちなんだじゃない、自分自身だったんだと気づいたんです。じゃあもう一人でもいい、バングラディッシュのでも一人でもいいので、その一人を全力で幸せにして帰ってこい、こう思ったんです。そしてそこで思い浮かんだのがこのバングラディッシュ人でした。名前はジャファー。僕と同い年の現地の大学生でした。貧しい村出身の彼の夢は自分の故郷により良い教育を届けること。でも彼もまた自分に自信が持てず、そして悩んでいたんですね。だったらこのジャファーが本当の自信を得られるようになるまで僕は全力で寄り添う、そう決めたんです。そしてそう決めてからすぐでした。バングラディッシュに戻ると、彼と一緒に村の高校生にインタビューをしに行きました。そしてその中の一人、ナインという高校生が言いました。僕は勉強のモチベーションが持てません。将来やりたいことがわからないからです。奨学金のチャンスがあっても応募する気になりません。僕たちはこれめちゃくちゃもったいないなと思いました。と同時に彼と同じような悩みを持った高校生が他にもたくさんいるんじゃないかなと気づいたんです。だったら彼らが自分の将来を描く助けとなるようなそんな雑誌があったらどうだ。こんな着想から僕たちはバングラディッシュでキャリアマガジンの出版の事業をスタートしました。これ立ち上げめちゃくちゃ大変だったんですよ。でもどうにかいろいろな困難を乗り越えて、そしてどうにか創刊をすることができました。でですね、皆さん、この反響がもうこれ凄まじかったんですよ。自分はこんなことやりたいって分かった気がします。僕この大学こんなことを勉強したいので目指してみます。もうたくさんの高校生、ナインをはじめとする人たちからメッセージが届いたんですね。そしてジャパンはある日このメッセージを見て僕にこう言ってくれたんです。大輔、俺たちになってできるね、本当にありがとう。この瞬間僕の胸に今まで感じたことなかった熱い何かがぐわーっと込み上がってきました。そうか、僕はずっと探してたのはまさにこの瞬間だったんだな、この時やっと気づいたんです。さて、こんな成果もあって僕たちのこの出版事業は今も現地で継続して、そしてたくさんの高校生ビジョンを届けています。そして実は本日ですね、この会場に僕のパートナー、このジャカー来てくれています。ジャカー、プリスカンマン。このジャパン、この出版事業が日本の文科省からも認められて奨学金をもらって今、一橋大学に留学しに来ているんです。ありがとうございます。ぜひこのようなチャンスの努力で素敵な拍手をお願いします。ありがとうございます。さて、こんなですね、ジャパンの姿を見て僕は今、自信というものについて考えていると思います。冒頭の問いに戻ります。どうすれば僕たちは自信というものを育んでいけるんでしょうか。テニスか何かで日本一になれた時でしょうか。何かすごいプロジェクトを成功させてテレビに取り上げられた時でしょうか。もちろんそうした時にも自信というものは得ることができるんだと思います。でも僕やジャパンの場合はそれができませんでした。でも僕たちは確かに今以前にも言いまして、自分の存在に自信というものを感じることができています。これは一体何でなんでしょう。皆さん何だと思います。どうすればテニスでも馬鹿にされ続け、そして憧れの人のもとにも失敗したような僕がこのテッドと呼ばれ、しかも自信なんていうテーマのことを皆さんとお話しできるようになるんでしょうか。
実は誰にもできないことを成し遂げることや、たくさんの人から評価されることなんかよりも、ずっとシンプルで、そして誰にでもできる自信を得る方法があったんです。アインバールハイトという経営哲学者と言いました。マクロにとらわれない、ミクロに突き抜けるんだ。特定の他者からの感謝を通じて、僕たちは自分の価値を信じることができる。そうだったんです。僕が自分の価値を信じることができたのは、自信を得ることができたのは、ジャファーというミクロな一人のために突き抜けて、そしてその結果彼から熱のこもったありがとうを受け取ることができたからだったんです。熱のこもったありがとうです。熱が必要だったんです。今までの僕は誰もできないことを成し遂げたり、またたくさんの人から評価されるようなことでしか自信が得られないと思っていました。でも結局それは誰のためになってたのか。結局僕は自分のことばっかり考えてぐる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 していたわけです。でも今は違います。ここにいるジャパーをはじめとする現地のパートナーたち、そしてナインをはじめとする高校生たち、この一人一人からの熱のこもったありがとうが僕のこの存在を支えてくれてるなって心から思えるんですよ。もちろん今の自分に 100% 自信を持っているわけではありません。でもだからこそなんです。本日、僕のこの下手くそな熱量が届いて、この中の一人でも頑張ってみようと思います。ありがとうと言ってもらえたら、それはまた僕の自信に、そして生きた意味になるということなんです。なので、この中で自分にもっと自信が欲しいという方がいれば、ぜひミクロに突き抜けてみてください。それはすなわち、顔の見える一人を決めるということです。そしてその一人を全力で幸せにすることを考える。何も難しいことじゃありません。例えば大好きな友達にバースデーサプライズを全力で仕掛けてみるとか、また例えば働いている人であれば今一度自分のお客さんに深く寄り添ってみるとか、そういったことからでも始まるかもしれません。そして結果としてそれが誰にもできないことになっていたり、またたくさんの人から評価を受けることになっているのかもしれません。さて、僕の長い話がそろそろ終わります。でもその前に一つだけ素晴らしいニュース伝えさせてください。これナインという雑誌を受け取った高校生の今の姿です。彼はその後大学に進学したんですね。そしてジャパンの姿に感化を受けて、なんとスラムの子供たちを自分でも助けたいと NGO を自ら起業したんですよ。そしてなんと今では200人以上のスタッフが彼と一緒に活動しているんです。彼は18歳ですよ。僕はあんなに自信なさげだったこのナインや、またジャファーが今こんなにもたくましく活躍しているのを見て思うんです。僕たち一人一人が自信を獲得していけば、その分だけきっとこの世界はより良い場所になっていくんだと。では最後に、ここまでの話を簡単にまとめることとして、今僕が皆さんに対して信じている3つのこと、これを伝えさせていただきます。これで終わりにします。僕は信じています。僕たち一人一人に素晴らしい存在価値がきっとあるんです。僕は信じています。熱のこもったありがとうを積み重ねていけば、ここにいる誰もがその素晴らしい存在価値を心から信じられる日がきっと来るんです。そして僕は信じています。そうやって一人一人が自信を獲得していけば、きっとこの世界はより良い場所になっていくんだ。この今言った3つを今日から一緒に信じてくれて、そして共に証明してくれる仲間ができたら、僕はとっても嬉しいです。ではこれで秘密の合宿を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。